はい、こんにちは、高田です。ドルなかなかやっぱり強いですね。特にはドル円なんか本当に強いです。ただまあ先週と違うのは、まあ、高値はこう伺うんですけども、なかなか抜けていかない。上値の重さも少し見えてはきています。かといってまあこう売りが出てくるわけでもない。先週なんかもこう強い流れが出ていましたけどね、まあ、この流れが一旦止まっての調整局面という見方がやっぱりいいのかなと思います。調整局面ですから、基本的にやっぱりレンジを探したいですね。安値圏でしっかり買うと、高値圏ではしっかり売っていく、もしくはまあ高値で買わない、安値で売らない、このあたりは徹底したいところですね。ではチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷え性を重ねています。まあ、ドルなかなかまあ強いですね。現在も高値圏だと思いますけども、ただなかなかこう高値しっかり抜けていかないですね。先週半ばすごい強いトレンドがありました。高値抜けた上昇トレンドという形が見えてはいましたけども、現在は流れが止まって調整局面ですかね。まあ、ある程度高安も見えてきたように思います。するとまあ次の流れが見えてくるまではまあレンジを想定したいところということは、現在地高値、ドル強いのは十分わかるんですけども、ただまあなかなか買いにくい場所だと思います。では売っていくのがいいのかと。ただまあなかなかまあここには強いトレンドがあるわけで逆張りになってしまいますので、そこは十分注意ですね。高値を抜けてしまったらしっかり撤退はしていかないと、まあ、捕まっていい場所ではないと思います。ということで、今の現在地はちょっとやりにくい。レンジを想定していくんなら、まあ、強い流れがあるわけでドルを買っていくであれば、下からが基本になると思いますのでね。現在は高値圏、少しドルロングは警戒はしたいところですね。なんならまあレンジの高値圏ですからね、一旦こうドル売り、レンジの上から下までに過ぎないですけどね。こういった売りの流れが出てきてもいいのかなと思うところですけども、ただ今高値圏で値動き止まってしまってますんでね、小さな足場なんかができているかと思うんですよね。もし売りを見ていくんであれば、まあ、超えないといけないサポートは見えているんではないですかね。売りを見ていくならそのサポート割ってからでもいいのかなと。ですから今はこうあまり難しいことを考えずに、高値圏のレンジそば足場というのを意識していけばいいのかなと。今は高値圏ですから、ドルショートを見ていく、これも悪くないんですけどね。ただ流れからは逆らっていますんで、売っていくんなら何かしらこうきっかけは欲しいですね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。円に関してもこのあたりも流れが止まってきてますね。冷やし調整レンジが見えています。ではこの位置はどういった位置なのか、これも直近安値なんですよね。ですからこの直近安値を意識したレンジ、足場ということになります。ということはこのレンジの抜け、特に下に抜けていく動きに関しては、これ気をつけないといけないですね。トレンドの継続になってしまいますんで、まあ、買っていくのはちょっと難しい場面は出てきそう。ただまだ割り込んではいないですし、昨日のこの冷やしを見てもしっかり買いが入ってきてますんで、サポートはしっかり見えてますよね。サポート見えてくるんなら買いが入ってきて、貯金の高値、この辺りを目指した買いというのは流れは出てきてもおかしくないと思うんですね。ただそのためにはこの小さなレンジから上の方に抜けていかないといけないわけで、やっぱり抵抗は出てきそうですからね。この小さなレンジからのブレイクが、まあ、次の流れを見ていくためのヒントになるかなと思います。今まだガッチガチのレンジそばですからね、円に関してはちょっと方向感なくなってきています。ということは円が絡む通貨、ドル円やクロス円あたりも、まあ、レンジという形が強く意識されてきそうな、まあ、そういったチャートになっているんではないですかね。であれば、まあ、高値安値、そういったものを把握して、まあ、高値圏ではしっかり売っていくと、安値圏ではしっかり買っていくというのが、まあ、基本的な戦略になるかなと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。昨日の相場目立っていたのがドルと円ですね。両方ともすごく強くて、すごく仲良しですね。同じように動いています。こうなると、まあ、ドルも円もよく動いてるんですけども、ただドル円を見ていくと動かないということになりますので、ちょっと気をつけたいところではあるんですけども、ただこのドルと円との環境って随分違うんですね。冒頭でも触れたようにドルというのは、まあ、レンジの高値圏でしたよね。一方で円に関してはレンジの安値圏だったんですね。昨日はこう同じような動きはしていましたけども、今のこの冷やし環境の置かれているこの2通貨の状況って随分違うんですよね。もし仮に今日もドルや円、まあ、どっちもがこう動いてきた場合は、どっちかはブレイクということになってきますので、これはインパクトの動きにもなってくるかと思うんですよね。まあ、本当にこう同じような動きが今日も続くのかどうかというのは少し疑いの目を持って見ていこうかなと思います。昨日はこう同期性が見られましたけどね、ただ今日はわからないところもあるんじゃないですかね。あとは残りの通貨に関してはこうパッとしない動きになってしまっています。ゴールドは若干弱いですけども、まあ、株価なんかも弱かったですからね、調整の売りが入っているのかもしれませんけども、まあ、そんなにこう目立った動きではないかと思いますので、まあ、この辺はまあ気にしなくてもいいのかなと。まあ、今こうドルも円も冷やし環境を見ていけばすごく際どいところにいますので、まあ、自然的にまあ注目していくのはドルと円ということになっておきそうです。
はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足シュワシュワ重ねています。今週のシュワシやっぱりまだ陽線ですね、ということはまあ強いということになります。高値も抜けてきてますから、まあ、強いのは十分わかりますね。ただまあこのシュワシはまだ確定していませんし、抜けてきたのは先週です。まあ、潰されるような動きが出てくるとまたこの上値の重さが見えてしまうというこの環境は未だに変わりませんので、強い入りには要注意という環境だと思いますね。ただ現在は抜けてきてますから、まあ、ショートを見ていくんならまあこれは逆張りということにはなってきそうで、高値ブレイクには要注意ですね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。ただ冷やしを見ていくと、まあ、若干上値の重さも見えてきましたね。139円を前にして少し抵抗が見えています。一方で下のサポートは137円の後半あたり、上下に壁が見えていますからレンジと見ていけばいいのかなと思うんですけども、ただ問題がその前ですね。ここには大きなトレンドが見えています。これは何度も動画で触れてますけども、これにフィボを当てると、この押し全然押してないんですよね。ちょうどまあ 23.6 あたりですかね。押しとしては相当浅いです。ですから今見えてるこの高安が本当にまあ高安になってくるかどうかというのはもう少しこう先になってみないと本当の答えは見えてこなかったりはするかなと。もう少しこう大きな調整レンジになってもおかしくないということですからね。ということはどっちかが抜けてくるような動き、これはあるかもしれません。まあ、そういった環境にはまあ警戒はしつつも、ただまあ高安は見てきてますんでね、まずはしっかりこれを見ていくことにはなりそうです。そしてまあ昨日の相場でしたけども、高値圏でしっかり足場を作り出しています。まあ、高値も抜けてないですからね、方向感がなくなってきたということになりますけども、ただまあ弱いんであれば売りが入ってきそうな場所にはなりますんでね、値動き見ていてもまあ売りは入ってはきていませんので、まあ、そう考えるとまだまだチャートは強そうです。ですからまあ高値圏ですから、こう若干売りなんかをね見ていくのも面白いと思いますけども、本格的にこうガッと売りが入ってくるタイミングというのはこの足場の崩れになってくるかなと思います。ではまあチャートは強いわけですから、積極的にこうロングを見ていこうかと、まあそれもいいんですけども、ただ現在地はそのレンジの高値圏なんですね。先週はすごくいいトレンドが出てましたから、まあ積極的にこうイケイケで買っていけた相場だったと思いますけども、もう今はそうではないですよね。特に金曜日陰線が出たことによって少し上値の重さが見えています。なので、まあ、金曜日、積極的にってやられてしまうというのは僕はある程度こう仕方がない部分あるかなと思うんですけども、今は違うと思うんですよね。やっぱりこう警戒しながら値動き見ていかないといけないと思います。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。短期足見ても同じような景色ですね。上昇トレンドが止められて調整局面と、よりこう高安がはっきり見えているかなと思います。高値が138円の、まあ、8090あたりですかね。安値が138円を少し割ったところ、この上の壁というのは、まあ、冷やしの調整レンジの高値ですね。ですからこうブレイクしてくれば次の流れが見えてきてしまいますんで、まあ、高値でこうショートを見ていく場合はもう抜けたら投げる、これはもう徹底しないと、まあ、ずるずるいっていい場所ではないと思いますね。そしても同じことがこれ下にも言えると思います。レンジですからね、こう下から買っていくのもいいと思うんですけども、ただ割り込んでしまった場合はこれもずるずるいっていい場所ではないと思いますね。昨日もドルと円、まあ、比較的よく動いてました。ただまあドルも円も同じように強かったんで、ドル円を見てしまうとまあ動かなかったわけですけども、ただこれ教授こちらとでも触れましたけども、ドルと円、今のこの冷やしの置かれている位置は全然違うんですね。ドルは高値圏です。円は安値圏です。まあ、ブレイクもあるかもしれませんので、まあ、買われるかどうかというのはこれは分からないところですけども、同じように動くかと言われると、まあ、そこはもうと思ってしまうんですね。同じように動いてしまった場合は片方だけがブレイクということになります。ですから、まあ、昨日はこうドルと円との仲良し相場でまあ動かなかったわけですけども、今日はこう値動きある程度こう期待しても面白いのかなと。まあ、値動きに期待となってくるとまあブレイクということになるんですかね。ただ今もしっかりレンジが見えてますから、この位置からブレイク期待というのはちょっと僕はもう難しいですね。どちらかというとまあ高値圏、少し上値の重さを見ていくような状況かなとも思います。目の前の壁に対して2回高値を試して抜けなかったといった形を少しまあイメージはしていこうかなと。ただまあどちらにしてもこう強い反転とかチャートの崩れとかこういったものを見ていこうと思えば、まあこのネックラインを割ってこないといけない。このネックが今137円の50ですから、まだまだまあチャートは強いと思います。押しが入ったとてまだ調整の押しに過ぎないですからね。こう本格的なショートを見ていくようなタイミングでも全然ないと思いますけども、まあ、この高値圏でもう少しこう小さな足場なんかも作り出していますから、この足場の崩れぐらいは見ても面白いと思うんですね。崩れてくれば高値から安値までのまあ売りの流れぐらいは見えてきてもいいのかなと思いますね。まあもちろんこれ高値抜けてくると次の新しい波が見えてきてしまいますね。まあ、こういったショートを見ていくんなら高値バックということにはなってはくると思います。今は調整レンジが強く意識されてきていると思いますので、高値圏のロングはちょっと警戒はしていこうかなと思います。
はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 地時間足に冷え性を重ねています。昨日ダウは若干弱かったんですけども、ただまあ安値割ってないですからね、大した動きではなかったように思います。まあレンジの中の動きに過ぎなかったといった形ですかね。やっぱり引き続き見たいのは3万3000ドルのサポート、まあ冷やしを見ていけばこのサポートは強く意識されていますけども、はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足で見てもこのサポートをしっかり機能しているの分かりますね。まあ、過去にもサポートになっていたり抵抗になっていたりしている場所です。まあ、ブルビアの分岐点ですかね、割り込んでくれば次の下落が見えてきます。そうするとまあ直近安値まで見えてきてしまいますので、まあ、結構これ幅がありますからね、まあ、割れたらまあ売りの流れには警戒したい流れになってきそうです。ただまだ割れてはいません。ということはしっかりサポートが効いているということですね。であればもうこのサポートを利用して一回買ってみるとか面白いと思いますけどね。ただ割り込んだら投げないといけない。このあたりはビリハリでつけてやっていきたいですね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 地時間足に冷え性を重ねています。日経平均、久しぶりに小売りが入りましたね。3万1000円、これをブレイクしてから、まあ、少し一服という形になります。ようやく直近の高値、このあたりは見えてきたかなというふうに思いますね。これ3万1250円あたりです。そしてまあ注目したいのがここに至るまでの過程ですね。これだけの強い上昇トレンドがあります。フィボを当てると、まあ、大した押しでもないというのは分かりますね。もう少し大きな調整幅なんかも意識したいところですから、ここにサポートが見えてくるかどうかというのは正直まだ分からない。まあ、チャートはすごく強かったわけでね、押し目買いをしていくというのはこれは何も間違いではないと思うんですけども、ただまあどこをサポートとして見ていくのかというのは、まあ、少しこう慎重になってもいいのかなと思います。はい、さらにこちらが4時間足週足を重ねています。週足環境を見ていくとさらに大きなトレンドが見えてきます。こういった上昇に対して現在、少しまあ売りが入った状況、週足見ても陰線に変わってきてますからね、このまま金曜日、これを迎えてしまうと、まあ、流れが一旦止まってきそうということになりますので、これも調整レンジを意識して見ていくことになります。これもフィボを当てると分かりますけども、まあ、すごくこう浅いんですよね、押しが。ということはこうもう少しこう深い押しが入ってきてもおかしくないわけで、その押しにしっかり備えないといけないわけですね。例えば、38.2 まで押してくるとこれ3万円を割り込んでくるぐらいの押しになるわけですから、まあ、こういった波のサイズ感っていうのは少し意識していきたいところです。ということは、まあ、例えばこういったところね、昨日の冷やし安値とか、まあ、こういったところこう押し目買いポイントとして見てしまうと、まあさり割り込んできてしまってもおかしくないわけですよね。こういった環境が見えていると、まあそれは少し危ないかなと、そういう視点にもなれるかと思いますので、少しこう大きな視点でそこの方を見ていくのも大事になってくるんじゃないですかね。日経平均すごくこう大きなトレンドが生まれましたので、そういったサイズ感は意識して今後見ていくことにはなりそうですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 地時間足に冷え性を重ねています。金相場、まあ相当チャートは強いというのは僕もずっと言ってるんですけども、ただこの1960ドル、このサポートを割り込んでしまったらこれは随分環境変わってしまうと思いますので、そこは注意したいところなんですけども、ただまあ相場の方を見ていると、まあ、相当やっぱり意識されてそうですね。このあたりで足場を作り出しています。この前には強い下落の流れはあったんですけどね、ただまあ割り込まずに一旦流れが止まっていますから、まあ、これは次の流れが見えてくるまで、まあ、様子見ということにもなっておきそうですね。まあ、今ドルも強いですから、まあ、割れが重いというのは仕方がないんですけどね、ただその割にはこうサポートも割れてこないですから、まあ、なんとか踏ん張ってる状況、ドルの流れが変わればこう金の方もこう流れが変わってきそうですけどね。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足を見ていくとも上昇トレンドしか見えてこないですしね、まあ、今は流れが止まって調整局面という形見えてますけども、現在地安値圏ですね。ここで流れが止まって調整の形が見えている理由というのも分かるかと思います。安値圏でしっかり押し目買いが入ってるんですね。ただ強ければ反発しますけどね、まだそういった流れまでは見えてはいないです。割り込んだら次のサポートまでの下落、こういったのが見えてきてしまいますので、今この位置で安値圏で買っていくというのはいいと思うんですけども、割り込んだらこれはもうちょっと考え直さないといけない場所だと思いますね。ずるずるいっていい場所ではないと思います。安値圏、まだサポートは割れていませんから、僕はもう強気で見てますけどもね。ただこれ割り込むかどうか、ドルの値動き次第というところにもなってはきそうですかね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、高値圏で足場を作り出しています。まあ、少しこう上値が重い状況、先週の金曜日から見えてはいますかね。139円を前にして、まあ、少し足踏みということにはなっています。チャートはすごく強いですから、下から買っていくというのはもうこれ全然いいと思うんですけども、ただ今のこの現在地、下からを考えていくんなら、まあ、ちょっと高値圏ですからね、もう少し下から拾いたいですよね。ただまあ本当にこう弱ければ売りが入っているでしょうから、まあ、そういった意味でもまだまだ今の流れは強いですね。ということはここで足場作り出していますから、もしこう売りを見ていくんならこの崩れは欲しいところ。
あとはもうこの高値、これブレイクしてくればもうこれは赤い上昇トレンドが再び見えてくるということにもなりますので、まあ、売りを見てくればもう流れではないと思うんですよね。ですからまあ高値バックと抜けたら投げると、このあたり割り切ってまあ売り目線と見ていくのはまあちょっと面白いとは思います。はい、あとはドリネクスですけどね、まあ、これも、まあ、チャートはすごく強いですね。上昇トレンド見えていますけども、ただもう現在は流れが止まってきています。調整局面、レンジの形を見ていくことになりますけども、まあ、今の現在地はレンジの高値圏ですね。ですから、まあ、ブレイクしてくれば次の流れが見えてくるんですけども、まだ足場も小さいように思いますんで、まあ、先週までだったら、まあ、イケイケで買っていけた相場だったと思いますけどね、まあ、今はそういう状況ではないですから、まあ、高値警戒感は持ってもいいのかなと。昨日なんかもこう PMI で少しこう高値を伺ったんですけどね、まあ、これも潰されてしまいましたので、このように戻りが入れば売りが入りやすい状況というのはまあ引き続きあるんじゃないかなと思います。高値圏のログ、これは警戒したいですね。相変わらずこうドルはすごく強いと思います。強いと思いますけども、ただ先週みたいに強いから素直に買っていこうと、まあ、そういう相場環境ではないと思いますので、そこは慎重に判断はしたいですね。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。